ただ曖昧に並べ適当にやり過ごしてやる明日はいらないんだよ。そなんだけ語る大人になっては何かその先に決断的に頭の中で永遠ループしている自問自答は地球は自分のペースで回っちゃくれないようを答えが何なのかなんて一人聞けるよ皆さん、こんばんは。